ってきました。これこそが今回メッシュ選手たちの対戦相手です。ああ、チキータ。あのドローンの若い相手。楽しそう。そして今回このドローンを操り、メッシュ選手たちに立ちはだかるのは日本チャンピオン高橋徹さんです。すげえ。いや、ぶん倒れわ。メッシ同時に蹴って混乱させる作戦ですかね。Escúchame, para mí vos tenés que tirarle un palo y yo al otro. ¿Cruzado? No, no se van a chocar la pelota, pelotudo. No, bobo, yo así, bueno. Claro. ¿A dónde vamos? ¿Para allá o para allá? Yo voy a ir más. さあ、試合前から駆け引きもう始まってますね。さあ、いよいよドローン動き始めました。離陸です。はいはいはい。メッシとスアレス、最強の2人の前に立ちはだかるドローン、60秒間がいよいよ幕を開けます。さあ、まずはお二人同時に作戦通り蹴ってきました。惜しいな今の。さあ次はスアレス、レア。早っ。さあ次はスアレス、レア。早いな。さあメッシどうか。ちょっとこれは枠の上か。さあ、うわっと、これも惜しいところ。スアレス、メッシ惜しい。しかしドローンは嘲笑うように14人。これはちょっと引っかかった。スアレス、メッシどうか。さあ残り40秒切りました。スアレス惜しい。おお、これは素晴らしい。うわ、これは惜しい。メッシ、スアレス惜しい。おお、これは素晴らしい。わあ、これも惜しい。メッシ、さあ残り40秒切りました。スアレス惜しい。おお、これは素晴らしい。わあ、これも惜しい。メッシ、いや、世界の頂点に立つ2人、キック大盤振る舞い、ここ狙ってきました。これはどうか。いや、しかし残り30秒切ってます。さあ残りが半分を切った。スアレス行く。メッシは、メッシは、ダメだ。このままか。スアレスどうするぞ。これは惜しかった。メッシも惜しかった。スワレスどうしぞ、これは惜しかった。メッシも惜しかった。スワレスどうしぞ、これは惜しかった。メッシも惜しかった。さあ残り15秒切りました。このままドローンの前に屈してしまうのか。メッシ、さあ残りが8。なるほど、スワレスだ。8。なるほど、さあ残りが8。なるほど、当たった。この勝負勝ったのはエースのスアレスです。2人大喜び。嬉しいでしょうね。タイミングバッチリやったな。さあ一方、高橋名人初めて敗れた。やっぱり悔しそうです。いや、でも大久保選手やっぱり攻略しましたね。いや、本当に見応えありましたね。さあ奇跡の挑戦、もう一度ご覧ください。メッシ選手、今回はどうでしたか。かわいそう。